結構人残るんだな。先輩。ん？あの、俺。うん。いつも高野祭始まる前に母ちゃんがいるから、3年間で一番楽しめたかな。返事待ってくれませんか？どこまで？人相うるせえ。触っていい？わかんねえ。なってる。これが先輩と同じ意味での好きなのか？に甘えられるのが好きだ。このままじゃ言えない。ぶつけたくない。気持ちを伝えるなんて無責任だ。この部屋散らかってる。よかったもんね。言いたい。わからないのに好きだと伝えたくなるのはってなんだろう。